あ、いける。よし。はい、どうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回はエンリステッドノルマンディキャンペーンドイツ側で空挺降下会です。はい、空挺降下部隊でやっていきます。まあとりあえずはキャプチャーポイントに降りるのが筋というものでしょう。ここかな。今回はこんな感じで空挺降下やっていきますね。空挺降下ね、これ風があるんですよ。実はこれ風があってね、流されちゃうんですが、まあね、新システムとして、ね、爆撃機の防御機重視ですか、防御機重視が使えるようになったということで、多分多くの人が考えついたであろう、こういう空挺降下部隊ごっこなんですけれどもね。ちょっとなキャプチャーポイントの手前かな。あ、一応全員ね、サブマシンガンに爆発パック持たせております。あの辺に戦車いるんだよな。だいやっぱり結構近くには降りられたっちゃ降りられたかなと。はい、というわけで空挺降下です。ちょうどいいですね。ちょうど敵が入ってきたか、ちょうどいいタイミングで降りられたかな。あ、いないぞ。大丈夫か。よし、いいタイミングで降りられてきましたね。よし、キャプチャーゾーンは我々空挺降下部隊が守る。さてと言いたいところではあるんですけどもね、実際にね、あんまり意味ないと思うこのゲームで。せっかくのね空挺降下会なんですけど、実際はそんなね意味ないと思うんですよね、このゲームにおいて。しまった、くそ。まあというのもですね、やっぱりこのゲームってグレーゾーンにね落下傘降下するとね、スポーンポイントに強制的にね送られるじゃないですか。まあそれはねいいんですけれども、ね、空挺降下っていうとね、どうしてもやっぱり相手の部隊のね、相手前線のここ、よし、だ、何、ダメか。もう一度言うな。ね、相手のね前線の後ろに降りて相手の、ね、後ろを突くみたいなイメージがあるんですけれども、それやろうとするとね、敵側のグレーゾーンに降りちゃってね、スポーンポイントまで戻されるんですよ。あれ降りてくるでしょ、多分あれ降りてくると思うんですよね。降りてくるでしょ。何、くそ、ダメか。まあいい、とりあえず待ちましょう。よしよし、とりあえずまずいな、ちょっと時間ない、やばい。あー、ダメか、時間切れか、こっちもダメか。なのでね、なんか相手のね背後に降りて、なんていうかこう相手の補給線を脅かすみたいなことできないわけですよね。だったらさっきみたいにね、キャプチャーポイントに直接降りたらいいんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、それは普通にね、今やってるみたいにスポーンポイントから走ってった方がよっぽど早いっていう。ね、あ、スポーンポイントからね直接走ってった方が早いんですよ。全く見えない、全く見えない。あそこで伏せられるのは絶対見えないっぽいですわ。なのでね、なんかこう無理してまで爆撃機を一気に無駄にしてまでね、一気無駄にしてまでね空挺降下やるメリットっていうのがこのゲームにおいてないですね。なのでまあ気分の問題ですよ、気分の問題ね、気分の問題ですよ。まあ単純にね、あとはサブマシンガンね、5人全員がサブマシンガン持ってるっていう強さもメリットの一つっちゃメリットの一つではあるかなとは思うんですけれども、まあそれぐらいですかね、空挺降下のメリットっていうのはね。多分ね、もう詰めてきてますね。よしよし。で、さあ次。次はどこだ。あー、味方分隊がめっちゃやれた。そっちか。じゃあちょっと裏回りますか。裏回っていけば。こっち来んじゃない？やっぱ来てた。よし。
ドンピシャ。狙い通りですね。空挺効果ってね、結構味方に迷惑をかけちゃうところがあるんでね、こういうところで勝利に貢献しておかないと罰が当たるってもんですね。ね、だって爆撃機ね、一気に無駄にしちゃうわけですよ。しかも結構ね、事実上、ね、キャプチャーポイントとか到達するのに遅いんで、スタッと。そういった意味では結構味方にとっちゃね、迷惑の存在ではあるんで、今回はね、ちょっと許してもらうんですけど、許してもろって。もう一回ちょっと空挺効果やってみますか。これね、空中でね、かなり風、あ、ダメか。しょうがない。ちょっとあの辺に戦車いましたよね。あの戦車、やりに行かないとダメでしょと、いましたね。あれか。ぽいーですよ。サード。はい、OK。空挺効果って結構難しいんですよ。あの演習場の方でね、結構私、練習はしたんですけれども、やっぱり何度練習してもね、なんか慣れなくって。なんかね、風向きですか。風向きがあるんですよ。で、その風向きの方で、まあ、流されてしまうと。風に流されちゃったりするんでね、ほんと難しいところがあるんで。ねえ、うん。なんで、変なとこに降りちゃうこともあったりするということもあってね、結構狙ったところに降りるっていうのができないわけですよ。よし、いいですね。なのでこういう感じでね、本当に勝利に貢献しておかないと、本当にちょっと辻褄が合わないというか、帳尻が合わないので、なるべくね、勝利につながるようなムーブを中心にしていきたいですね。ダメか。あ、戦車か。あ、いける。いけますね。そうですね。今度はちょっとね、相手のスポーンポイントより、そうか、スポーンポイントは降りられないんで、ちょっとキャプチャーポイントよりね、ちょっと向こう側に降りてみますか。突っ込んできてる相手の頭上に降りてみたいな、的な。ただ、風向き次第ですね。風向き次第。で、ここですね。どう？いいですね。いいんじゃないですか。あ、これ、相手の頭上に降りられるかな？あ、結構流されるな。あ、ダメだ。全然ダメだ。これですよ。ほんと、風でね、思いっきり流されますね。スポーン地点に、スポーン地点にまで戻されましたね。どういう原理ね。わかんない。わかんないんですけど、まあ、しょうがないですね。まあ、いいや。ここから先進んでしまいますか。しょうがないですね。まだやっぱり分かんないところもありますね。うん、空挺効果というか落下傘でね、降りた後どこに戻されるかって結構分かんないところもあるんで、そのあたりが不安定っちゃ不安定かなって思ったりしますね。よし、とりあえずここに作ってしまいましょう。うん、まあここにね、土のうを作ったところで、まあそこまで長持ちはしないとは思います。うん、単純に戦車砲とかね、あとは爆発パックでやられたりすると思うんで、ただまあないよりはいいと思うので、それまでちょっとここで粘ってみますか。あと、そうそう、弾薬箱も大事。このね、土のうと弾薬箱の組み合わせはほんといいので、工兵を使う皆さん、ほんとこの土のうと弾薬箱の組み合わせというものをどんどん使ってみてくださいと。さてね、敵の戦車が突っ込んでくるまではね、この辺りで、ね、粘りたいんですけれども、来ないですね。まあ来ないんだったら来ないでいいんですけれども、もっとこういう風にね、バリケードを組んでね、立てこもる人間とかもね、やっぱり1人ぐらいは必要ですよ。結構今回味方がアグレッシブな守り方をしている方が多いので、
ああいう役はああいう役割の人に任せてますって。私はねこういう感じで役割分担としてキャプチャーポイントで立てこもるというね戦術の方を取っていきたいと思います、ね、これがいわゆる本当にもう勝利に貢献するムーブってやつですよ、ね、だーもうね、うん、本当になんかみんながね同じ動きしちゃダメなんですよ。確かにねこうやって拠点からねちまちま撃ってるっていうのは本当にキルは取れないですよ。キルは取れないんですけれども勝利に貢献するという意味では大事です。こういう人がね一人はいないとダメですね。ああ、ね、狙撃兵に貼られてるっぽいんでちょっと顔出しにくいですね。勝利に貢献するとはねやっぱり自己犠牲も必要ですよ。自己犠牲ね、キルが取れるかといってねみんなでバーッと前に行ってしまってはダメなんです。勝つためには地味ながらもね縁の下の力持ち的に何縁の下の力持ち的なね人も必要だということで、今回はねちょっとね空挺効果をさせてもらうという償い代わりといったらあれかもしれませんけどもね、うん、まあこういう地味な役は私の方で引き受けましょうね、うん、ちょっとだいぶいきなり敵入ってきてるのか。あもう相手の推しがいきなり強くなりましたね。どうしたんですお嬢さん方。お嬢さん方いきなりアグレッシブになっちゃってどうなさったんでしょうかと、うん、ただ、うん、なんとか反撃は成功しましたか。さてなさっきからねなんか敵の戦車の気配がするんですよね。味方戦車があそこにいてですからな、ちょっとどこに行くか分かんない。あ味方か。よしとりあえずいいですね。とやられたか。味方の戦車がやられてしまったんですが、さてさて、うん、ちょっとな敵の攻撃がちょっと読めなくなってきたな。ちょっとそっちからか。ちょっと敵の攻撃進路がいきなりバラバラになりましたね。こういうね動きされるのがほんと困るんですよ防御側としてはね。こういう相手の攻撃ルートが読めないっていうのがね、うん、なかなかいい動きをしてくるじゃないか。お嬢さん方アメリカ帰りのお嬢さん方、とりあえずレディースはなんとかしまして、アメリカンレディースをなんとか排除していかなければ。だだだ、痛い。そうですね、ちょっと本当に相手側面と正面から同時攻撃来てんのか。ちょっとねここで空挺はする勇気はないですね。さすがにこの状況で空挺するのはちょっとそれはダメですね。敗北ムーブってやつですよ。そうだな、結構チケット相手チケットもうないんですけどね。妙な動きになってきたな。読めないな、めっちゃいるな。ちょっと無理をしましてドラゴンブレスいきますか。ドラゴンブレス、ちょっと無理をしてでもこういう時はね突っ込まないとダメですよ、うん、今回はね本当に勝利に貢献するムーブをするって決めてるんで、とりあえず燃えろ。誰かには当たってる味方じゃない誰かには当たってる。さてさて、結構チケットもねだいぶ相手も削れてるんでね、うん、多分ねかなり積極的にね突っ込んでくるようになるとは思うんですよ。そういうところにこの火炎放射器兵ですね、相手の出番を完全にくじくことができる。ああダメか。火炎放射器兵というのは大事だったたんですけどね今しがたいなくなりました。ちょっと敵めっちゃ来てるな。ちょっとこれは忙しいことになりそうな予感。さていいですね、反撃は成功か。ちょっと待ってみようか、ちょっと待ってみようか、ちょっと待ってみようか。危ない。よし食らえ。ちょっ
止まってみようか。やったか。はい、オッケー。よし、先生ようやく倒したか。よし、なんとか反撃成功しましたね。よし、残りチケット51か。頑張って削り切ってしまいましょう。ああ、もう下手くそ下手くそ。よし、なんとかこのまま削り切れそうですね。うん、まあ良かったですよ。私がね、空挺効果で遊んでるそのせいでね、負けたなんつったらやばいですから。さて、まあ空挺効果ね、うん、まあロマンはありますけれども、現状ね、なんかこう有効な戦術はちょっと見出せませんね。うん、なんかありますかね、空挺効果やってなんかこう勝利に貢献できそうなムーブってね。ちょっと私の方では思いつかないかなね。まあワンチャンね、そうですね、キャプチャーゾーンのそれこそね、真上に降りちゃってでキャプチャーするみたいな、そういうこともできるかもしれませんし、あとはね、なんかこうマップの側面とかね、相手のなんかこうね、ビーコンとかありそうな場所に降りてね、ビーコン壊すみたいな、そういうことはできるかもしれませんけれども、それだったらね、普通にはね、なんていうかこう、まあこう爆撃機でね、爆弾落とした方がよっぽどチームのためになるんじゃないかなと思いますよね。うん、はい、勝ちましたね。うん、まあ空挺効果ね、まあ本当に趣味枠ですよ、趣味枠。ね、うん、もう本当に味方にね、迷惑かかっちゃうこともあるかなと思うので、まあ本当によっぽど勝ってる時、味方がよっぽど勝ってる時に、まあお遊び感覚でやるくらいのものでいいとは思います。はい、うん、まあとりあえず今回の成績はこんな感じでした。まあそういうことなんで、まあこう有効な戦術が見出せるまではね、まあそんなにやらなくていいとは思います。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。